テトゥアンは、スペイン、マドリードの区。北は、フエールパルド。東は、チャマルティン。南は、チャンベエリ。西は、モンクロアイコールアラバカの各区と接する。人口は、約14万5000人。6つの地区で構成されている。人口は、クワトロカミーニョスと、ベリアスビスタスに集中している。社会経済的地位は、中程度から低程度であり、高齢者が多い。 しかし、アズカやベルゲテ地区では、年代構成は異なり、平均収入も、区平均より上である。テトゥアンは、マドリードの中でも大きな外国人人口を抱える区で、区人口の実に14%が外国人である。建築も、社会構成も異なるものが混じり合っている。アズカのような現代的建築の金融センターがある。一方で、区の西部には、 区発祥の頃からあるような半ば農村のような住宅も見られる。期限は1859年から1860年のスペイン・モロッコ戦争の頃に遡る。モロッコの都市テトゥアンの近くで起きたテトゥアンの戦いに勝利したレオポルド・オードンネル率いるスペイン軍は首都への外旋入場を準備する間、マドリード北部のチャマルティンデラ・ロサ村の草原に野営した。 結局外線更新が行われることはなく、この野営地にはやがて高級的建築物や商店などができて、商人たちが進出し、テトゥアンでラスビクトリアスと呼ばれる外区になった。1919年にマドリード地下鉄が開通すると、1929年にはテトゥアンに延長され、区の拡大が始まった。1948年に、 チャマルティンデラロサワクアトロカミーニョスタミの地区を吸収して拡大し、1955年にマドリードの行政区となった。ありがとうございます。